皆さんこんにちは。ライフハック研究所所長のリンダマンです。このラジオは毎朝5時に複数の事業を展開している経営者が1年後の未来をより良くするためにビジネスリテラシー、マネーリテラシーが上がるライフハックな情報を発信しています。皆さんおはようございます。リンダマンです。えー、なんと今日は寝坊してしまいまして朝7時に配信をしております。遅れて申し訳ございません。えー、今日のテーマはですね、アプリを削除しようということについてお話していきたいと思います。 まあ、スマートフォンっていうのは非常に便利ですよね。ただ、発売したの15年ぐらい前かな。iPhone3 かなんか出た時に僕、並んで買いましたけど、最初ね、この携帯電話は電卓みたいで使いづらいとか、喋りづらいとか、もうなんかごちゃごちゃ言う人がいっぱいいたんですよね。ただ、昔はパナソニックだとこの機能、えー松えー、ソニーだとこの機能って、まあ、メーカーによって機能が違ってたんです。ところが、スマートフォンっていうのは最初不便だと思ってたんだけど、 自分流に場所を切り替えたり、自分流に機能をね、アプリで足したりとか、まあ本当に便利になりましたよね。今やもう元々の携帯はガラ系って言ってガラパゴスみたいな化石のような名前をつけました。まあ本当に、まあこれもパラダイムシフトでスマートフォンはどんどん便利になっていった。まあ面白い現象ですよね。まあ皆さんもスマートフォン持たれていると思うんですが、アプリたくさん入っていませんかまあだん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 アプリ増えていってしまいますよね。 で今日はそこで提案なんですが、半年以上使ってないアプリを削除しませんかというお話ですで。これはなぜかというとですね、皆さん片付け。片付けって言葉があるじゃないですか。片付けの語源ってご存知ですか片付けの語源は、型をつけるという意味合いがあります、まあ。まさに人生に型をつけていく。終わらせていく。コンプリートしていく。まあそんな意味合いがあるんですよね。 え僕はね、この言葉が大好きなんですが、いつか使うは一生来ないという言葉があります。まあそうですね、引き出しの中になんかケーブルが入ってて、このケーブルなんだろうまあいつか使うだろうなみたいなことってよくありませんか、えー、もう3年ぐらい着てない新品の洋服まあもうせっかく高く買ったし、これいつか着るだろうなみたいな洋服があったりしますよね。それって全然使わなくないですかつまりいつか使うなんて一生来ないんです。 まあ物に対する依存だったりしますよね。もったいないからっていうサンクコスト、捨てられないとか、まあそういうものが影響したりしていますえ。断捨離っていうのは何を目的にしてやるかなんですね。実は物を捨てることが目的ではありませんえ。感謝して物を手放してどんどん断捨離していくことによって、残されたものは人生の中でより大切なものだってことに気づこうねってことなんです。 そうですよね。もういらないものはどんどん捨てていったら残されたものって大切なものじゃないですか。でも物に囲まれて物が溢れていると何が大切かどうかもわからないってことなんです。まあだから断捨離をしようってことなんですね。アプリも同じです。半年以上使ってないアプリはもうほぼ一生使わないと思っていいんですね。で、また削除してもダウンロードしたらいいじゃないですか。 あの、本当に使うアプリって、やっぱり限られてるんですよね。まあたい1画面か2画面分にあるアプリしか基本的に使わないですよね。でもこの編集アプリ便利そうだなって言ってなんか撮っとくことってあるじゃないですか。まあこれをぜひね、半年以上使ってないアプリを捨てていってください。で、これをきっかけに人生が型がつく訓練になっていく、そういうマインドが手に入っていくってことなんです。で、それができるようになったらアプリだけではなく実際家にあるものとか、 うんなんか昔もらったプレゼントの包装紙とか、まあね、手紙とかもそうですけど、なんか捨てづらかったりするんだけど、まあ、感謝しても手放していく。まあ、全部を捨てろって話じゃないんだけど、大切なものじゃないものは全部捨てしてしまえと、えー。近藤マリエさんがね断捨離の本を出されました、えー。ときめきの魔法みたいな本を出されましたけども、 まあ、あの彼女はもう、日本世界で最も影響力がある100人に選ばれたことがありますよね、まあ、日本人として有名なわけですよ、ネットフリックスの番組にもなりましたしえ、片付けのことをアメリカではこんまりって言ったりするんですよね。で彼,彼女はその ときめかないいもののをを捨ててるっていうのを英語でねスパークジョイっていう名前に変えたんですよね、まあ。よくこんな名前をつけたなと思うんだけど、アメリカってガレージ文化だから、もうコストコで買って全部ガレージにぶち込んじゃえばいいみたいな、まあこう。日本とカルチャーが違うんですよね。クローゼットも大きいし。だ,からだけど、まあ、そこで、ね、この片付けの理論が、まあ、流行してね、まあ、アメリカ人がみんな片付けを始めたと。 で、このスパークジョイという、まあ、要はもう本当にときめかないものは捨ててしまえと。まあ、僕は彼女のメソッドも非常に好きで、よく本を読んでおりました。あの、片付けっていうのは型をつける、まさに人生が変わっていきます。まずは半年以上使ってないアプリを削除してね、皆さん、えー、片付け、人生に型をつける訓練をしてみてください。1日30円で学べるオンラインサロンライハック研究所。1年後の未来をより良くするための学びコンテンツが200本以上上がっています。ぜひ、こちらもご活用ください。 それでは今日も素敵な一日をリンダマンでした。またねー。